ラクタリウスインディゴ、通名インディゴミルクキャップ、インディゴラクタリウス、ブルーラクタリウス、ブルーミルクマッシュルームは、ベニタケ科のキノコの一種である。日本では、ルリハツタケと呼ばれる。分布域は広く、北アメリカ東部、東アジア、中央アメリカに自生する。日本で見られるのは稀である。南フランスでも、報告例がある。落葉樹、新葉樹いずれの森林でも生育し、 様々な種類の樹木と金根をなして共生する。古実体の色は、新鮮なものは暗青色、古いものは炭鉱緑色である。父竹族のキノコに共通する性質として、古実体組織を傷つけると乳液が滲み出るが、その色もインディゴブルーである。ただし、空気にさらされると徐々に緑色へと変化する。普通、傘は幅五から十二センチ、柄は高さ二から八センチ、 1> 幅1から2.5センチである。食用キノコであり、メキシコ、グアテマラ、中国では農村の市場で販売される。はじめ、1822年にアメリカの菌類学者、ルイス・デービッドとシュバイニッツによって、アガリクス・インディゴとして記述されたが、後1838年にスウェーデンのエディアス・フリースによって、ラックテリアス属に移された。 ドイツの植物学者、オットー・クンツェは、彼の1891年の論文リバイツヨ、ジェニラム・プラントラムの中で、ラック・タイフラース・インディゴと命名したが、この解明提案は、受け入れられなかった。ヘスラーとスミスは1960年に、北、アメリカに分布するラック・テリアス属に関する論文を、表し、その中で、青色の乳液と粘着性のある青い傘という、 特徴を有する者の,の群であるサブセクションカーレイの基準種と本種を定義した。1979年、彼らはラックテリアス属以下の分類法を見直し、乳液の色及び空気にさらした後に色の変化が見られることから本種をラックテリアスア族に置いた。彼らは以下のように述べている。種から種への進化の過程の一つとして、青色や紫色といった、 着色の程度の変化は、さらなる研究を行うに値する興味深い現象である。完全に青色である、エル・インディゴは進化の終端にある。エル・ケラドニアム及びその変種、キーリダニーズ、エル・ペラーダキサス、エル・ヘミサイアニアスは、エル・インディゴに至る中途のものであると考えることができる。種商名のインディゴは、ラテン語の、インディゴブルーから取られている。英語での一般名として、 インディゴミルクキャップ、インディゴラックテリアス、ブルーミルクマッシュルーム、ブルーラックテリアスがある。中央メキシコでは、アニル、アズール、ホンゴアズール、ズイン、ズイネとして知られ、ベラクルスやプエブラでは青色を意味する、ケックスックの名で呼ばれる。日本では、ルリハツタケと呼ばれている種が、実際には、別種のラックテリアススビンジゴバービキンイーホラークであるとする説が出されている。 このエルスビンジゴは2000年に新種記載され中国、インド、パプアニューギニアで発見されている。他の多くのキノコと同じく地中にある菌糸体のコブもしくは微小突起から生えてくる。菌糸体は菌糸と呼ばれる糸状の細胞が塊になったもので、キノコ本体の大部分はこれで形成されている。温度、湿度、栄養素などの環境が適切に揃っていれば、 小実体は外見的に同じようなものになる。小実体の傘は直径55センチで最初は突状だが、後には中央部にくぼみができる。時間が経つとくぼみはより深くなり、傘の円が上向きに持ち上がるに従い、ロートのような形になる。傘の円は若いうちは内側に巻いているが、成熟するに従い巻き込みは緩み上向きになっていく。 新鮮な傘の表面はインディゴブルーだが次第に薄く合わせて灰色または銀色を帯びた青色となって行き緑色を帯びた反転を生じることもある島状模様を持つこともしばしばあるすなわち色の薄い部分と暗い部分が同心円状に交互に並んだ模様を持つまた傘には暗青色の点があることもあり特に円に行くほど多く見られる若い傘は 触れると粘着性がある。傘を上から見たところ、グアダラハラにて若い個体では、傘の端は内側に巻いている肉は、青白色から青色で、空気にさらすと徐々に緑色を帯びる。味は、まろやかか、わずかに辛みを帯びる。全体的に肉は脆く、茎はうまく曲げれば綺麗に裂ける。組織を傷つけた時に染み出る乳液は、インディゴブルーで、傷ついた組織は緑色に染まる。 肉と同じく乳液の味はまろやかである。ラクタリウスインディゴは多種ほど多くは乳液を分泌しないことが特徴であり、古くなったものは乾燥しきって乳液が出なくなる。ヒダは自家製もしくはわずかに死でなし、密集する。色はインディゴブルーで時が経つと薄くなり、傷つくと緑色に染まる。柄は高さに6センチ、幅12.5センチで、径は上下で変わらないか。 場合により、基部で細くなる。色は、インディゴブルーから銀色もしくは灰色を帯びた、青色である。柄の内部は密で締まっているが、次第に空洞ができる。傘と同じく、若いうちは粘着性を帯びるが、すぐに乾燥する。傘との接続は、中心部分であることが普通だが、端によることもある。肉に、特徴的な匂いはない。 ダックテリアスインディゴバリエーション、デミニョーティベスは、より小型の変種で、傘の直径37センチ、柄の長さ1.54センチ、幅0.31センチである。アメリカ・バージニア州で多く見られる。ヘスラーとスミスは、ブラゾリア軍で得られた標本をもとに、この変種の典型的な生育場所について、テイダマツが近くにある草地のぬかるんだ溝などと記述している。放射門などで、 一定量を見る場合、胞子は乳白色から黄色である。広角顕微鏡で見ると、胞子は透明で、楕円もしくはほぼ球状であり、アミロイドのイボ状突起を持ち、大きさは、長径79、短径5.57.5マイクロメートルである。操作型電子顕微鏡での観測によって、表面に盲状組織が確認されている。脂質層は、個実体にあって、胞子を作る。 組織の層であり、膝の中から分布し、末端細胞に至るまでの禁止からなっている。脂実層には様々な型の細胞が見られるが、それらは肉眼での外見的な特徴では判別が難しい場合、種を判別、特定するのに役立つ特徴を備えている。胞子を保持する端器には4個の胞子があり、最も薄いところで、 長さ3745マイクロメートル、幅80マイクロメートルである。脳状態は、死実層中の菌死の末端細胞からなり、胞子は作らないが、胞子の散布を助けたり、胞子の成長に適した湿度を保ったりするという、機能を持つ。側脳状態は、肥大の表面に見られる、脳状態であり、長辺4056マイクロメートル、短辺6.48マイクロメートルの防水型で、 頂点に向かって収縮していくような形を持つ。円の状態は、ひだの端にあって、40、4 5 6 5 6 7にマイクロメートルの大きさである。インディゴブルーの乳液本体や乳液が青色であるという特徴から、金炎種は見分けやすい。父竹族で青みを帯びるものとして、北アメリカ東部で見られる、シルバーブルーミルキーがあり、これは、若い個体はハイ青色の傘を持つが、 乳液やヒダは赤茶色もしくは紫茶色である。エル・ケラドニアムはくすんだ、黄茶色から青灰色の傘を持ち、乳液は黄色から茶色である。エル・クワヤティカラーは傘が青色で、殻の根元は大々から赤大々色である。ラクタリウス・インディゴの青色は、父たけ族としては稀なものと考えられているが、2007年に半島部、マレーシアで、 青色の乳液や本体を持つものとして、エルサイネソンズ、エルラゼリーナス、エルミラバリス及び未命名の2種を含む5種が報告された。日本では藍色の乳液を分泌する小笠原タ竹が小笠原諸島に発生すると言われる。ラクタリウスインディゴは食用になることがよく知られているが、身長の度合いは様々である。例えばアメリカの菌類学者、デイビッド・アロラは、 食用として優れるとしているが、あるカンザス州のキノコの図鑑は、品質に劣るとしている。味は初ケと似ている。わずかな苦味、または胡椒様の刺激を持つことがあり、荒くザラザラした舌触りがある。硬い本体は薄切りにするのが、舌ごしらえとして適する。青色は調理すると消え、灰色を帯びる。ザラザラした舌触りのため、乾燥してもチールには適していない。 乳液が多量に出る場合、マリネの色付けに使われる。メキシコでは、主に6月から11月に、自生しているものを個人が採集して、ファーマーズマーケットで売りに出すが、そのようなものは、商品としては、二級品とみなされている。クアテマラの市場でも5月から10月にかけて売られる。中国雲南省の農村市場で売られる。13種のチチタケ族のキノコの一つでもある。日本では、 熊本県にて、青初の名で知られており、古くから食用にされている。ステアリン酸メチルの構造。発色団であるアズレンを青色で示すメキシコ産の、表品の化学分析によると、95.1%の水分、および 1g あたり 4.3mg の脂肪と 13.4mg のタンパク質が含まれる。食物繊維は 1g あたり 18.7mg と、 マッシュルームの6 6ラムよりも多い。野生の食用キノコ3種との比較では、ラクタリウスインディゴは最も多量の飽和脂肪酸を含み、そのうちステアリン酸が有利脂肪酸として過半を占める。ラクタリウスインディゴの青色は、ステアリン酸メチルという有機化合物によるものであり、これはアズレン誘導体の一種である。この化合物は、ラクタリウスインディゴに特有であるが、 類似のものが赤発竹から見出されている。ハリスコ州で収穫されたもの北アメリカ南部及び東部に分布するがガルフ海岸やメキシコで最も普通に見られる。アメリカ合衆国のアパラチア山脈での発見頻度は時折見かけるもしくは一部で一般的に見られるとされている。金類学者デイビッド・アロラによればアメリカ合衆国においてはアリゾナ州では ポンデローサマツのあるところに見られるが、カリフォルニア州のポンデローサマツ林では見られない。他、中国、インド、グアテマラ、コスタリカで採集される。ヨーロッパでは、南フランスでのみ見られている。メキシコのハラパのアネタイリンにおける季節ごとの個実体の出現率に関する研究によって、酸性量が最大になる時期は6月から9月の雨季と重なることが示されている。 日本では、シーや松の林で夏から秋にかけて発生する。ラクタリウスインディゴは、金根菌であり、ある種の木の根と、愛理共生の関係を築く。すなわち、金側は、ミネラルやアミノ酸を、土壌から抽出して宿主に与え、宿主からは炭素固定による化合物を得る。地下の菌子は、細根の周りに鞘や状の組織を展開し、いわゆる、外金根を形成する。 そして、有機化合物の効果作用を持つ構素を、菌類側が産生し、栄養素の取り込みを助けるため、宿子となる様々な種類の木々にとって特に有益となる。このような木々との共生関係が反映され、ラクタリウスインディゴの個実体は、一般的に地上で、散在、または集合した形で、落葉樹、新葉樹いずれの森林でも生育する。 水没した後の氾濫源のような地域でも普通に見られる。メキシコでは、エバーグリーンウォルダー、アメリカ市で、アメリカアサダ、リクイダンバーマクリフィラとの、グアテマラでは、ピーニューススドストローボスなどの松やオーク類との強制が示されている。コスタリカでは、コナラ属のオーク類と強制関係を作る。実験室での管理条件下では、新熱帯区の松である、メキシコ白松、 ピーニュースハートウィージー、オーカルパ松、ピーニューススドストローボスト、また、ユーラシア大陸の松では、アレッポ松、ヨーロッパ黒松、フランス海岸省、ヨーロッパ赤松と、外近婚による共生ができることが示されている。ありがとうございます。